そういった時に自分みたいな、あの、その、なんちゅうな、そういう、運搬屋じゃないけども、ね、そういうのに、こう、乗っかって移動する。で、迎えに行って移動して帰っていく。っていうような感じの、活動っていうか、それプラスしてるってことですね。それと同時に、その、なんですかね、ダムが、要するに鏡となって、人々の心を見通す。そこにお願いに来た人たちに、まあ、見に来た人たちに少しのパワーを与える。それっていうのは、要は、未来につながる証を与える。っていうような、ことをしてくれる存在だという話です。で、自分の場合は刺されたと。今、いろんなもの変わってくる。刺されなくてもそうだし、もう目が開いていろんなものが見えてきたり、いろんなものが聞こえたりとか、不思議な体験をしてったりとか、そういうふうなことを変わってきたときは、まず間違いなく、その光の民が寄り添ってるってことを意識してほしいってことですよね。この気に来て。もうね、そう、長い未来じゃなく、短い未来に、ことは起こると思います。いろんなこと。それ悪いことではなく、明るい未来の扉を開けるための、そういう出来事が起こるってことです。そういうもので、ダムを回り、そして皆さんを、ね、例えば北海道はこことここ、東北はこことここ、ね、関東はこことここに、そういう光の民がいらっしゃるから、一度お願いをして写真を撮ってみたり、ね、うちらはそこにその、お酒と卵とか、まあ、龍神様ですからね、そういうような手を合わせて、回ってるって感じですね。で、まあ、ツアーに来た人には、その正式なね、参拝の仕方、まあ、どういうふうにやるかというと、まあ、今話をする。まあ、言っただけじゃちょっとわからないと思うんですけども、まず普通に神社のようにこう、2回。で、手をこう、太陽に向けて、左に3回回るんです。3回回って手を合わす。右に3回回って手を合わす。それを繰り返して、最後にこの、なんですかね、未来がいい未来でありますように。その個人個人のね、お願い事とかそういうものは決してしちゃいけません。そこではやっちゃいけません。必ず世の中が良くなりますように、未来がね、変わらず続きますようにっていうようなお願い事をするってことが、これがルールですね。まあ、変なことが浮かんで、やった場合は、多分そういうふうになった場合は資格はもらえないと思った方が、よろしいと思います。で、うちらは進んでいくにつれてね、いろんなメッセージといろんな答えが出ているんですよね。それで、今いる面々っていうのはもう、ほとんど、先々に残る面々だと思うんで、いろんなこと知っていますけど、途中で抜けた人っていうのは、全く先が見えてませんので。っていうと、例えば、ダムがあったらそこがね、受け入れの場所だとかなんとか行って、そこに、例えばね、そこを受け入れしたら、なんかその時期が来たら飛び込めとか、そんなことはないですから、全く。そこに行って手を合わせる。そして、時を待つってこと。心を静かにして時を待つ。そういう感じですね。で、うちらはそういうので、ダムのその各地に回って、そこが正しい場所か、正しくない場所かっていうのは、どういうので見分けるかと言いますと、うちらが行って写真を撮るんですよ、手を合わせて。その時に、何らかのアプローチっていうか、メッセージが送られてきます。それが、写真に写るものであってみたり、あとはね、変わった動物になって出てきたりするんですよ。例えば蛇であったり、もう絶対ありえない時期に蛇が出たりと、金真っ金の鯉だとか、例えば、金色のふさふさした毛の下、天が現れるとか、実際にうちらの目の前に現れて、
日本カモシカが、うん、ね、普通に歩いてくる、近づいてくるとか、例えば全くありえない、あの絶対ありえないことが目の前で起こるって、そういうところは間違いなく聖地だってことの、あの光の民からの合図、そこは間違いなく聖地ですよってことで、うちらはそれをチェックしていってるんです。それを今あの、あともう少しだったら完成しますんで、それを皆さんに発表して、どんどんそのダムの方に行ってもらってね、手を合わせて、さっき言ったように2回手を合わせて、こうで左に3回、右に3回、あ、まあ左に3回合わせたら正面向いて合掌、そしてまた手を合わせて右に3回してまた合掌、その時にあのね、未来がいいものでありますようにって、これから生まれる子供たちがね、あのいい未来を迎えられますようにとか、そういう人のためになる、人の優しさをね、人に対しての優しさを語るようなその願い事をしてくださいってことです。それをね、目的として今ダムを調査してます。その他にこの間言ったように三種の神器の納め、剣の裁き、そして各日本に隠された北斗七星の部分にある城または神社寺、そこにあるその北斗七星の位置にある竜道を開くことによって、日本の流脈を解き、目覚めさせるっていうような構造です。その他にもね、これからまだこれ、この先また発表していくことがあるんですけど、いくつかあります。だから弘法大師様が23の神事のうち全てを段取ったうち、うちらがその段取りされたものに気がつき、目を開き見に行ってね、そこに行ってそれを解き明かす、そのバカラで隠されたものをバカラを持って解き明かす、そしてその地に何が眠ってるのか、何をしなきゃならないのか、我々はどうするのかっていうのをこれからどんどん解いていかなきゃならないと思う。そういうのがダムを回ってるっていううちらの目的です。他の人がね、例えば違うことを言うかもしれませんけども、それはまあ途中までの話はそうかもしれないけど、もう全然変わってるし、まあ言えることは言えるけど、言えないとこまでは言えないです。そういうようなふうになってますんで、ダムを回るような形を導くようなことで、うちらも今割り出してて、名前を発表して、場所を発表していくと思うんで、その時は皆さんね、見ていただいて、ぜひ行ってお願いしてください。そういうことなんで、ね、今日はそういうことでよろしくお願いします。